それでは早速各組織の上納金の金額を確認しましょうか。飯淵。はい。それではこちらをご覧ください。おいおい、そんな、こんなに差があるのか。ご覧の通り、古くから登場会を支えている皆様の額はどんぐりの背比べ。まあ柏木さんの風間組が検討してるってところでしょうか。しかしその風間組にダブルスコア以上の差をつけている組が2つある。それが私の率いる飯淵組と上松さんの上松組です。あんたたちが毛嫌いしている新参者のね、この結果に基づくと1位は上松組、つまり次期若頭は上松さんということになりますかな。ふざけんな。お前らが稼ぎがいいのは汚い品着に手染めとるからやないか。登場会にはな、美学ってもんがあんだよ。五代目が認めても俺は認めねえぞ。金に目がくらんで極道の魂なくしちまっとるんとちゃいますか。雑魚が邪魔しろ。お前ら誰のおかげで飯が食えとると思っとんじゃ。わしらかてボランティアでやっとるわけやない。こんだけ組に貢献しとるんや、相応の地位をもらって当然やろが。文句あるやつはわしらぐらい稼いでから言え。異論はないようですね。では次期若頭は上松組の上松さんということで。うん。今回の件どういうことか説明してもらいましょうか、真島さん。説明もクソもないわ。部屋に入っとったら上松が死んどった、それだけ。真島さんと上松は次期若頭の座を争うライバル関係。そしてその真島さんが上松の死体の第一発見者。何が言いたいんや。言いたいことあるならはっきり言えや。上松殺したのはあんたじゃないかって言ってるんですよ。くだらん推測はやめろ。真島が殺したっていう証拠がどこにあるんだ。証拠はまだありませんよ。ただ出てくるのは時間の問題でしょう。若頭候補だった上松は真島さんにとって最も邪魔な存在。殺す動機としては十分すぎます。真島さんは狂犬って呼ばれてるぐらいですしね、やっても何らおかしくない。くもうやめませんか。これ以上子さん同士のかばい合いは見ていられない。てめえ柏木さん、もうええわ。真島、わしはごちゃごちゃ脳が汚れんのは苦手でのう。こいつらのくだらんお茶会に付き合うんはもうごめんや。上松やったやつの首取ってくりゃ文句ないやろ。ええ、もちろんそれができればね。アムラ、親父、何やっとんじゃお前。すいません。でも仕方ないんです。殺さないと殺されちまいますから。何言うとるんや。上松やったんもお前なんか。はい、でもあと一つ、あと一つなんです。それが終われば俺は自由にしてもらえる。川村、
親父を殺せば俺は生き返れるんです。本当にすみません。親父、死んでください。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。失礼します。
ごゆっくりどうぞ。バカとハサミは使いようなんて言葉がありますが、本当にその通りだ。借金肩代わりするだけで何でもしてくれるんですからね。金と暴力ちらつかせるだけでいい。極道社会ってのは本当にくだらないが楽ですね。全てお前が裏で糸引いとったんか、飯淵。ええ、その通りです。お前何が目的や。この世で最も非合理的で時代遅れな業界ってなんだかわかります？極道社会ですよ。義理人情なんてものに基づいて素頭の悪い連中が各地で幅を利かせて好き勝手に統治している。本当あまりにも非効率すぎますよこの業界は。だからコンサル上がりの私がきっちりマネジメントしてやろうと思ったんです。なんやと？各地に散らばる極道組織を全国統一し、極道社会全体を合理的な仕組みに一本化する、いわば極道社会のアップデートですよ。この古臭い業界を俺が全て塗り替えるんです。上松やったんもその理想のためや言うんか？ええ、極道社会の全国統一、私はそのための足がかりとして自分の所属する東条会を手中に収めようと考えました。
寺田をたぶらかして自分を押し上げてもらい、邪魔な連中は排除していく。植松もそうですし、あんたもそうです。もちろん寺田も時期を見て消すつもりでしたがね。私はそうやって登場会を手に入れ、それを近江連合に譲り渡そうと考えました。近江に？はい、登場会を近江に吸収合併してもらえば、日本最大の極道組織が出来上がります。そうなれば全国統一はもう目前。私はその組織の要職につき、極道社会を自分の理想色に染め上げる。義理人情なんてくだらないものに左右されない、合理的で近代的な極道社会を作り上げるんです。くだらんな。あなたなんぞにその価値はわからないでしょうね。ですが、近江連合のある幹部にすでにこの話は通してあるんですよ。あとは実行に移すのみ。しかし、スムーズに東条会と近江を合併に持っていくためには何か大きなきっかけが必要だ。それが戦争ですよ。東条会の人間が近江の幹部を殺せば、これに勝る火種はない。だから河村に一肌脱いでもらったんですが、どうせなら河村なんていうチンピラよりもあんたが殺したってことにした方が良さそうですね。Yep!
弱い。ここがあんたの墓場や。